南無法蓮華経を説く日蓮宗は仏教において、他の仏教を否定している教えなのですか。確かにですね、あの日蓮宗系というのはですね、自分の宗教が一番だと考え、で他の仏教は否定したというのはあります。これは開祖日蓮自身がそうです。まあ要するに日蓮宗、南無法蓮華経だから浄土宗、浄土真宗のような南無阿弥陀仏というのは強く否定しました。それだけじゃなくて、日蓮というのは基本的に自分が尊重したっていうか所属していたっていうか、確か天台宗比叡山の出身者だと思うので、このその天台宗ですね、そして天台宗の開祖や最澄、そしてその先にいる聖徳太子っていうのはまあ尊重していると思うんですが、それ以外の仏教宗派っていうのは基本的に否定、全否定、要するに日蓮宗こそがっていう教え、これを説きました。で、まあ、日蓮宗ご本尊と言われるとちょっと難しいんですが、とにかくご本尊というか最も崇敬の対象となるのは妙法蓮華経、いわゆる法華経と言われる経典です。阿弥陀様とか仏様じゃなくて妙法蓮華経、すなわち経典を、まあ、最高存在としているということが、まあ、日蓮宗の特徴ですね。